11月12日、渋谷消防署と東郷神社、セコム株式会社の3社の間で、竹下通り周辺地域の安全体制づくりのための協定が締結されました。その周辺で多数の怪我人が発生することが予想されます。平成31年1月1日に、竹下通りで起こった乗用車の逆走事故を契機に、地域の安全確保について協議を重ね、締結に至ったものです。今後は竹下通り周辺地域で災害が発生した場合、渋谷消防署の要請により、東郷神社やセコム株式会社が敷地の提供などの支援を行うこととしています。また防災活動の啓発など、相互の協力が期待されています。すみません、もう一度お願いします。安全安心を確実に確保するためには、やはり活動拠点が必要になってきます。そのために今回この協定を結ばせていただいて、何かあったらまずは東郷神社様、あるいはセコム株式会社様の施設やあるいは敷地を活用させていただいてというのは大変心強い支援になります。いざっていう時に備えて、本当にこのシミュレーションのトレーニングなんかも一緒にしながらですね、どういう形でご協力できるのかというのを実際にこうやってみて、で本番に備えるということを、ね、やっていければというふうに思っております。今日の協定書は機上の空洞にならないように、密に話し合い協力し合いながら、進めていっていただければなというふうに思っておりますし、こういう事件や事故がないことを切に願っていると、こういうことであります。